でですね、アンナさんは、デモに行かない人にとって、デモに行く人っていうのは、他人事であるとか、怖い人たちなんじゃないか、ヘルメットをかぶったような怖い人たちなんじゃないかというふうに思う方が多いということを、デモに行かない方側の意見をですね、たくさん聞いてるわけですね。で、アンナさんは、高校の時も大学の時も、あまり、同年代で、仲良くなるっていうことはあっても、今現在大学中退されてからは、大人の方、年上の方で、知り合う方の方が多いということですね。やっぱその方が社会問題的な話は合うんやろな。で、高校、大学の頃の同級生だとは、デモの話をしても、ちぐはぐになってしまうと。デモ行ってんの？と。なんか怖いんちゃうの？デモなんて。怖いんじゃないの？とかね。いうふうに思ったのかもしれないと。ということを、肌でアンナさん感じ取るわけです。で、のどかさん。この一番前ののどかさんは、デモは、行ったことあるけれども、怖いというふうなイメージを持っている。デモに行っている人と、行ってなくて、傍から見てる通行人の人との温度差が非常に激しい。デモは迷惑行為であるという可能性もあるというふうにおっしゃってる。信号を止めたりとかね、大声を出したりとか。で、発信ではなく、反対を表明するのがデモであると。で、デモに行ってない方と話してね、デモに行こうよってのどかさんが誘うこともあるんですって。でも、デモに関して誘われた方はですね、デモってやっぱりちょっと抵抗があるわけですよね。のどかさんはね、こういうふうに言うわけです。外国では歌って踊って、そういう楽しいデモもあるんだよ、と。ほな、聞いた方は、真面目にやれよ、っていうふうにおっしゃると。こういうこともあったということですね。で、アナちゃんがまた、デモに行くと、学校で偏見の目で見られると。デモに行く人は、ちょっと、社会に対してね、心配しすぎなんじゃないかと。うがった目で、見ているんじゃないかというふうなうがった目で見られてしまう、誤解を受けてしまうことが多いということですね。で、OKD さん、このマスクかけた男性の方なんですけども、デモに行っていらっしゃる方で、就職活動をして、今、就職で会社員で2年生で、元ピースボートで、世界一周された方なんですけども、ピースボート乗ってる時にペルーに行ったと。で、ペルーの小学生は政治に非常に詳しい。で、なぜならば、小学生、子供でも政治のことを考えないと、生活に直結するからなんですって。ペルーに行った時にそれを感じたわけです。で、僕、ペルーっていうのが、どこにあって、どういう、風土でって、一切知らないんで、詳しいことはわからないんですけどもね。あ、そうかと。政治の仕組み、働きかけが、そのまま、直接明日、明後日の生活に何らかの影響があるんであれば、子供でも政治に関心を持たざるを得ないのか、というふうにね、ちょっと、あ、そうかなるほどな、というふうに僕は思いましたけれどもね。で、この、キムさんが、韓国は学校でも、規制が厳しいんですって。新入生に、対して、これデモとまた直接の関係ではないんですけれどもね、規制という点について話されてる。新入生にね、校長先生が髪の毛の長さを強いるんですって。このぐらいの髪の短さで、全校集会では帽子脱げと。要は非常にね、韓国の学校っていうのは大体その校則っていうのが厳しめのところが未だに多いと。で、あんちゃん言うんですけど、学校っていうのはね、洗脳しているように見えると。スピリチュアルの方々はこういう話大好きでしょ？で、小学校は、小学生の時は、いい、ちゃんと中学生になるために、中学に行くために、そのための準備
で小学校があるんだ、勉強しなさい、社会生活学びなさいって言われる。で、中学に入ると、ちゃんとした高校に行くための準備として一生懸命勉強しなさい、真面目に生活に取り組みなさいと言われる。で、高校に進学するとですね、次は大学に行くために、一生懸命勉強しなさい、生活に励みなさいと言われる。大学行ったら就職するためにと言われると。もうそれもっともだなと。確かに僕もね、そうなんですよ。小学校の時ね、低学年の時に、高学年の子の人の校舎が、校庭を挟んで向こう側にある。で、向こう側におる小学校高学年の人らっていうのは背が非常に高いわけですよ。その低学年の頃の自分に比べたらね。これもう、何十年、何百年かからんと高学年にはならへんちゃうかとか思ってましたけれどもね。で、高学年っていうのは、毎日勉強が6時間目まであってよ。低学年は3時間、4時間で給食食べんと帰ったりするからね。もう高学年になんなのか嫌やなと。で、時間的にも非常に、長いこと、何年も何年もかからんとならへんもんやと。一生ならへんちゃうかぐらいに思ってましたけどもね。で、小学校の高学年になったら、今度は中学入る言うて、また勉強や勉強や言われました。一切勉強しませんでしたけどもね。まあ中学はスッと入れるわけですよ。家の近くの小学校、そして校区内の家のそばの中学校にね。で、中学っていうのは3年間しかない。小学校の時、同じクラスやった子ら、同じ学年やった子らがわーっと入って、そうじゃない、どっか上の方の別の小学校の子らも一緒に混じってですね、2つぐらいの小学校の子らが混じって、こう、3年間やりとりする。3年になるとね、脅迫ですよね。先生らに、いろんな、中学ってなると、教科ごとで先生で変わるんですよ。で、勉強しなさい、勉強しなさいと。高校受験やと。いずれしていずれ大学受験やと。わけもわからず受験や受験や言われるわけですよ。社会生活も何も成し得てない。で、人間関係も構築うまくできてない。何も、アイデンティティすら持っていない人間、僕がよ。そんな受験や受験や言われてパニックですわ。で、勉強、それでも一切せえへんから、テレビばっかり見てましたからね。英語とか、新しい教科わからへんわけですよ。で、歴史やら、公民やら、数学やら、科目の読み方も変わるわけですね。非常に辛かったなという思いがありますね。で、中学3年、どの教科も国語だけはね、勉強せんでもいけたんできたんですよ。で、美術いうのは粘土こねてたらいいだけでしょ。で、他の教科、体育も含めてね、一切できなかったですね。なぜなら、やっぱり中学に入っても、ドリフとかね、ヤオイ純一の UFO スペシャルとか、ギボアイコの心霊スペシャルとか、そんな、アメリカ横断ウルトラクイズとかね、そんなんばっかり見てましたから、ついていけないし、受験は受験言われるし、もう人生パニックやな、死ぬしかないんちゃうかいうふうに思ってましたけれどもね、今考えたら何のことはない、学校なんか行く必要ないんです。勉強なんかできなくても、それはそれで生きる道、楽しく生きる道っていうのはあるし、受験しようがしなかろうが、社会に出て面白おかしく生きる方法っていうのはあるわけですよ。その後に気づくもんであって、学生しか経験してないもんはですね、もうこれはもう辛いことこの上ないですよ。で、まあ、アンナちゃんが、学校は洗脳に見えると、全部、小学校、中学校、高校、大学に全部準備きたんじゃんと、ね、いうふうに、おっしゃっておられる。しっかりしてるよね、今の平成の子らは。っていうか、こう、社会問題に関心のある子らばっかりやから、しっかりしてるんであって。僕、この20代の頃っていうのは、社会のことを何も知らんし、やっぱりね、20代後半になってもね、テレビ見てぼーっとして過ごしましたよ。で、東大阪から工場地帯なんですよ。工場にアルバイト行くでしょ？で、帰ってきて、劇団にこう、電話が来て、東京公演、大阪公演来いと。で、断られへんから、はい、言うて、
で、劇団員でもないのに行くでしょ？で、劇団扱いで、稽古場行ってピリピリムードの中稽古をさせられましてですね、で、東京公演、大阪公演舞台に出てですね、何やってんやろと、何を目指してるわけでもないわけですよ。で、まあでもそのおかげで今こうやってこういうことを言できてるわけですけれどもね。やっぱり不安、気持ちが不安定で、自分とは何者かっていうのは20代の後半になっても終わり、29になってもね、自分というものがどういうものなのかわからない。で、演劇、なんとか劇場、なんとか劇場でやるたびにお客さん喜ぶけれども、支持してくれるけれども、だからといって、演劇というものが好きになるわけでもなく、辛いことこの上ない、何の一銭にもならん。これはどういうことやと。で、こんなことをして、なんもな、何なんねんと気持ちの中ではぐれてましたけど、行動には出しませんよ。行動には、言動には一切人にも出しませんけれどもね。そのせいか嫌にね、20代の僕っていうのは人に厳しかったね。ちょっとなんか気に入らんことがあると、すぐこう縁を切ろうとしたりとかですね。マルチ商法にはまった子らなんかに出会うとですね、小学校の頃からずっと仲良かったにもかかわらず、こう、疎遠に自分からなっていったりですね、もう人に対してこう、厳しい。で、クールに冷たく接するイコールかっこいい的ななんかこう、変な偏った感覚っていうのがあったんですよね。で、20代前半っていうのは、いわゆるドリフ世代です。ドリフ大爆笑、8時代全員集合っていうのが流行ってた。で、そっから、ダウンタウンやら、ウッチャンナンチャンやら出てきて、で、20代後半になってくるとですね、ダウンタウンのまっちゃんがカリスマやと言われ出した、頃なんですね。まっちゃんのこの、朝日新聞で連載していたこの、遺書という単行本がこう、ベストセラーになったりして、すましたり、端から構えたり、ちょっとうがった見方をする、にやりというなんかこう笑い、大多数じゃない、少数派、それこそマイノリティ、イコール、かっこいい、イコール、価値がある、みたいなね、僕もそういう風潮に染まってたんかして、人に対して厳しいと。で、厳しいとどうなるか。友達一人もおらんという事態になって、一人で悶々とすると。で、工場で働いて、工場で、の人間関係なんてのはですね、工員の人らなんてのは、大概、今どうか知りませんよ。風俗の話やら、競馬、競輪、パチンコの話、それで持ちきりなんですよ。で、休み時間になったら、何かこう、トランプなん、として千円札かけてみたいな、僕は一切そんなに入れないんです、体育会系の輪の中にはね。で、劇に電話かかってきたら、幹部からかかってきたら、演劇関わって東京公演、大阪公演引っ張り回されてみたいな、引っ張り、いやいや、参加させていただいた、そんな日々でした、20代っていうのは。もう暗黒の、僕にとってはよ、でも、華やかな世界、憧れの人にとっては、憧れ極まりにはお客さんに支持されてるわけやからね。うん、暗い20代を送りましたけれども、社会問題に一切関心がなかった。この頃とは大違い、天と地とですよね。で、どこまで、マチさんがですね、マチさんってどなたがマチさん？この一番奥のアナちゃんの弟さんやね。で、先生は公務員だから、仕事でやってはるから、しょうがないんだと。つまり、文部省、文科省の制度で、これを教えなさい。これを生徒に伝えなさい。余計なことは教えてはいけないと。いう、今はもう特にね、おかしなことを言うたりとか、ちょっと違った道にそれたことを言う先生は、問題視されますからね。もう、しょうがないと。マチさんはね、達観されているわけですね。主役のアンナちゃんは、世界史は、中学とか高校入った時にね、世界史っていう授業あるでしょ？特に高校。ワクワクするもんであるはずである。いうふうにこう思ってたと。ところが高校入って世界史を習ってみる。戦争とか、どこの国がどこの国の領地を取ったとか、分取ったとか、そういうことばっかり学ぶ。あれ？と。
つまり、文化、文明、ここの国の人らはこういうものを食べて、こういう生活をされている。あっこの国の人はまた全然違う、何かこう、生活の知恵でうまいこと寒いところは寒いなりに、暑いところは暑いなりに、暮らしておられるんだということを学ぶと、もんやと世界史は思ってたということでしょうね。ところが、やれどこが戦争したやら、分取ったやら、っていうことばっかり学ぶと。で、アンナちゃんこうも言うんですね。考えてみたら、日本史学んでた時もそうやったなと。特に戦国時代やら何やらね。飢餓やら飢えやら、長州藩やら、薩摩藩やら、加賀やら、何やら藩やら、国内で争うでばっかりおるわけですよ。でも、そればっかりが歴史じゃないわけですよね。で、各、今でいう都道府県の方々が、どんな風な暮らしをされていたのか、どんな遊びをしていたのかとか、そういう、僕もね、言われて、ふっとね、初めて気づいたんですよ。本来、日本史、世界史っていうのは、そういうことでもあるんだから、何も争いばっかりクローズアップして、確かにそれはスケールでかいし、大きい、行いですけども、小さいね、ま、ミクロの、普段一人一人の、例えば子供たちがね、時間のある時にどんな風に遊んでたのか、夜何時頃寝てたのかとか、どんなものを食べてとかですね、大体どんなものを食べてとか習うのは、日本史でも、古代の昔、大昔は、肉、なんかマンモス追いかけてましたとか、その程度ですからね。普段の平安時代にしても、明治時代にしても、大正時代にしても、一人一人がどんな生活してたのかね、なると覚えが僕ないんですよね。まあ忘れてるだけかもしれんけれどもね。勉強一切せえへんかったから。あんなちゃん鋭いなというふうに思いましたね。で、OKD さん、この男性がですね、今は、文句を、社会に文句を言わないサラリーマンを育てるように、小学校でも中学でも高校でも教育がなされていると。ものすごいね、達観されてるんですよ、OKG さん。すごいな、というふうにも。就職された上で、いろいろ人生を振り返って、現代社会を見たり、大人たちを見て、そういうふうに思われるんですね。なるほどな、と。一切こう上に逆らうことなく、国の言うまま、社会の言うままこう、仕事を黙々とこなすような、そういったサラリーマンを育てるように、文部省というのはなっているんだと、OKD さんおっしゃるわけだ。で、ほな、のどかさんもね、そのことについておっしゃるわけですよ。私、国語が嫌いと。ちなみに僕は国語だけ好きやったんですけどもね、勉強せんでもできたから、なぜか知らんけども。小説の登場人物の思いを選択させよるもんというふうにおっしゃるわけや。ああ、これもなるほどなと僕初めて気づいたんですよね。で、これはどういうことかというと、人によってそれぞれ感じ方が違うでしょと。つまり、国語のテストを想像していただいたらいいんですけど、なんかこう、小説の一節をこう、一ページ二ページをこう切り取って、で、棒線引いて、ここの部分の、こういう言い回しは、作者はどういうことを言わんとしているのか、あ、い、う、えの中から選びなさい、というふうな問題が主に多いでしょ。で、それについて、実際、作者がどう思ったかどうかは分かるけれども、読む人によっては、登場人物の気持ちを重ねたときに、これはこういうふうに言うてる、ああいうふうに言うてる、人によって感じ方って違うんじゃないかというふうにおっしゃるわけですよ。確かに僕もね、台本なんか読んでて、セリフなんかこう読むときに、いろんな解釈できるんですよね。僕、この間昼ドラマに出たわけですよ。で、台本もろて、事前にね、で、救急隊員の役ですが、大河内奈々子さんを運ぶんですけど、瀕死の状態。で、運んだ、救急車に運んだ後、大河内奈々子さん亡くなるんですけどもね、つまり僕が運んだから亡くなるんですけども、で、運んだ時に、石原良純さん
とか、あと子役の子らがおるわけですよ。で、その子らは家族なわけです。石原さんは旦那さんでね。で、乗りますかって僕言うんですよ。その家族の方に向かってね。で、この乗りますかでも、ただ乗りますかって言えばいいんですよ。OK、はい、お疲れ様でしたって言って、昼のドラマでこう流されるわけですよ。それで済むんですけれども、これ、例えばね、舞台的な演劇的な解釈を何かするとすれば、乗りますか、どういう気持ちで言うんだとか、こう演出家にね、こう言われたりするわけですよ。もう、切羽詰まってる。兵士かもしれない。ぜひ乗ってください。家族の方。そういう意味合いで、乗りましたっていうふうな言い方もあるし、実際は、精密に検査してみな分からんから、ちょっと病院にお連れすると、もう家族の方来ていらんけれども、覗き込んどると、もうしゃあないな、乗りますかって聞かんな、しゃあない、乗りますかって、いろんな解釈があるんですよね。一つのセリフでも。それはひょっとしたら、脚本書いた方が、どういう解釈で言ったかとは、また異なるかもしれんやんか。で、ひょっとしたらね、脚本書いてる方も、何も考えず、なんとなくセリフ書いてるだけの場合もあるかもしれんやんか。で、その答え、脚本家がどういうふうに思ってるか、あるいはこの小説の作者がどういうふうに思ってるかなんてのは、知ること、直接聞くことっていうのはできないから、知ることっていうのはできないわけですよ。それを、わからない。だからいい。そして、それは読む人によっていろんな答えがあっていいんだというふうにのどかさんはおっしゃるんですね。自分の言葉を発信する教科に国語はすればいいんじゃないかと。つまりこうやって話し合ったりとかですね、する。人の書いた文章を、どういうつもりかっていう選択ではなく、自分でいろいろ発言するっていう教科に置き換えた方がいいんじゃないかというふうにおっしゃる。で、このですね、映画学校に通っておる女性の紗栄子さんはですね、またこれ話がちょっと変わるんですけれども、また社会問題、特に感染に関することについて、言及されたんですけどもね。放射線に関して、いつか子供を産むと、私がね、子供を産むと思ってからは、放射線に関して食べ物が、ちょっと気になるようになったということをおっしゃるんですね。あ、なるほどなと。放射能がどうのこうの、何ベクレルがどうのこうの、はっきり言って見えないわけですよ。で、僕はそんなもの存在せえへんのちゃうかと。見えへんものはないんちゃうかって思うたちなんですよね。テレビだって、テレビの箱の中に人が入ってるんちゃうかと僕、未だに思ってる。電波とか、電子機器、ネットとか、そんな飛び交ってるよって嘘ちゃうかと。嘘ちゃうか言いながらこれ番組やってんだけどもな。だから、この番組誰も見てないんちゃうか、誰一人本当は見てないんちゃうかとか思ってるんやけどもね。思いながら、これ相談員の独り言として喋ってるんですけれども。そう、放射線に関しては、子供を産むかもしれんと思ってからは、その子供のは、いずれ生まれる我が子のために、ちょっと気にするようになったということをね、おっしゃっておられる。で、それに関してこの白い帽子の熊さんは、僕は勉強せず野球ばっかりやってきたと、いうことを、だから社会問題に関しては全く疎いんだということを、話しておられるんですね。正直ですね。こういうみんなが社会問題に関して関心を持っている中で野球ばっかりやってた。だからよくわかんないっていうのは非常に勇気のいることだと思いますね。熊さん、拍手ですね。本来ね、そういうもんですよ。若者っていうのはわかるわけがない。社会に関して。僕らが野球したらやってんの、テレビ見てただけですからね。20代なんてのは。で、キムさんがまた発言。韓国の国語では、小説に、好きな、私の、僕の好きな小説に紫っていう色がよく出たんですと。で、国語の先生はそれに関して、
紫っていうのは作者がこの物語の象徴として使ってるんだっていうふうに教え、キムさんは教わったらしいんですよ。で、その後、作者がなぜ紫が好きかっていうのを、作者が意見しているのを何か聞く機会があったんでしょうね。作者はね、こういうふうにおっしゃったそうです。なぜ紫が好きな、紫色ばっかりこう、小説の中で出すのかと。なんとなく、ただ紫が好きだったからと。そういうふうに答えたそうです。象徴でも、なんかこう、意味合いでも、何でも実際はなかったと。先生が、あるいは手を取る人が勝手に解釈して、小説を、解釈しているだけである。だから、のどかさんがおっしゃったように、人によって解釈というのは違う。作者の解釈すら分かってるかというと、案外ね、作者なんてものは気持ちが乗ってわーっと筆が走ってるだけで書いてる場合多いと思うのよ。そういう場合がほとんどちゃうか？キムさん、鋭いなと思うね。で、大学っていうのは専門の何か科目を学ぶところである。就職するためのものじゃない。でも、3年生の時点ですでに就職活動しているのはおかしいんじゃないかと。問題提起されてるんですよね。日本にずっと最初からお住まいじゃないの。韓国から来てらっしゃるのよ。非常にね、日本の事情、学生の事情、そして社会問題に関してお詳しいんですね。キムさんは今大学1年生、日本の大学に通っておられるんですけども、すごいなというふうに思いましたね。僕もね、大学3年の時点で、そうね、僕は4年から始めたね。3年の時点で単位っていう概念があるんですよ。いろんな授業を受けたら、単位2とか3とか、いわゆるなんか点数的なバッジ的なもんですよね。意味合い、概念ですわ。単位っていう何かものがあるんじゃないんですよ。単位っていう、そう、数字ですね。そういう数字がたくさんあったら、4年になって、そんな授業いかんでいいわけですよ。いかんでいい言うても、膨大な授業料払ってんのにいかへん言うのもおかしな話ですけどね。いかんでええ言うて、バカな学生やから浮かれるわけですよ。で、まあ、浮かれる言うても、友達おらん暗黒の時代ですからね、20代というのは。で、仕方なくこう、就職活動っていうのをやるんですね。演劇活動とやりながら、並行しながら。で、南の帝王というのが僕、V シネマ好きだったから、サラ金に行こう思ってね、サラ金のところをいろいろこう、アコムとかアイフルとかね、いろいろ就職説明会行きましたけれども。で、金融に関して行くんであれば、いろんな会社にお金を貸すわけだから、いろんな業界見とかなあかんと。引っ越し業界とか、何か鉄を作る業界とか、お葬式の業界とか。だから、いろんな各分野一社ずつ説明会に行ったりもしましたけれどもね、もう就職するわけでもないので、説明会行くのも、しんどいな思って、結局はでも思い出したらね、家で寝転んでテレビ見てたような気がするな。でも大学に入ってからは、高校終わる頃から、スーパーでずっとアルバイトしてましたんでね、大学終わるまで。だから外には毎日出てたのよ。ろくに大学4年なんていかんでもね。だから家で引きこもるっていうことはせずに済んだ。一人も友達おらんかったけど。今こうやって棒持ってなんや、ごちゃごちゃ好き勝手言うて、日本各地のスペシャルテレビご覧の方にこうご覧いただいているのかと思うとですね、学生の時の自分にそれ聞かしてやりたいな。いずれなんかインターネットというパソコンが流行ってやね。それに映り込んでやね。好き勝手喋って、こう、特定の人には喜んでもらったりするんやでっていう昔のね、不思議頃に言うてやりたいですよ。どんだけ喜ぶやら。生きるか死ぬかばっかり考えてたからな。で、そう。で、この橋野虹子さんがまた意見されたんですね。私は洗脳されたタイプですと。なかなかそんなこと言えんよ。学生時代、先生方に、社会に組み込まれていきなさいというふうなことを洗脳されたタイプですと。しかし、不登校やったんで、学校にあんまり行かなかったんで、レールから降りたわけです。学生、生活のレール、社会生活のレールから。で、今までやってきた、暮らしてきた。だから分かる。
その学生の頃やら社会出てから信じてきたことはどうやら嘘やったということに今気づくというふうにおっしゃっておられるんですね。で、気づいてからはもっと楽になったと。大人の言うことが全部が全部その通りじゃないっていうことに気づいたということですね。いろんな意見があって、いろんな生き方があって、苦しい思いをして一生懸命生きる、それも一つであるけれども、遊ぶように楽しく生きてもいいんじゃないかと。そういうことだろうと思います。で、それを分かってから、視野が広がってからもっと楽になったというふうに、にじこさんおっしゃってるんですね。教育の中で競争させられるのは、一体どうなのかしらね、というふうにこうおっしゃっておられましたね。確かにね、今考えたらおかしな話なんですよ。小学校の頃っていうのは通信簿は、頑張りましょう、できました、よくできました、これ3段階丸があって、でも中学の頃通信簿見ておかしいなと思ったんですよ、僕。1から10までなんですよ。体育でも美術でも含めて、音楽も含めてね。数学やら何やら。で、それはいいんです。ただ、通知表のね、上の方に書いてあるんです。1が数パーセント、10が数パーセント、5が何十パーセントとか書いてある。割合で測ってるんですよ。つまり競争なんですよね。5とか6が一番多いと。で、ている少数派をパーセンテージ1%とかして、それを10つけたり、最低限のパーセンテージを1つけたりすると。じゃあ、みんながみんな10つくわけじゃないんだな、というふうに思った。なんや、おかしな感じやな、というふうに、僕はその頃ね、バカでしたけどもね、未だにバカですけども、思いましたよ。バカ言うてもある意味天才やねんけどもね。あんまりこう、天才言うとね、偉そうに聞こえるから、あんまり結局ね、天才なんですよね。ある意味、だから人って偏ってるんですよ。みんながみんな、どっかの部分で天才。つまり、言い方変えれば、偏りなんですよね。うまいことバランスの取れた、重要な人なんていうのはなかなかいないですよ。で、OKD さんがまたおっしゃるんですけども、国語は何書いてもよかったっていうおっしゃるんですよね、学生時代。だから自由で国語の授業は好きだったと。提案されるんですけども、OKD さんはね、ディスカッションの授業をもっと増やした方がいいんじゃないかと。つまり、のどかさんと同じ意見ですよね。逆のことを言われると否定されているみたいに感じるけれども、否定しないディスカッションがあればいいなと。これいいことを言うなというふうに思うんですよ。例えばこの白い、帽子かぶった熊さんはですね、僕は野球ばっかりやっていたからよくわかんないというふうに、この中で勇気を出しておっしゃった。これすごいことですよね。普通、こんな中で反対の意見とか、別の意見とか言うたら否定されるから言わないんですよ。でも、否定せずにみんながみんな、尊重し合ってですね、朝まで生テレビみたいな大きな声出したもん勝ちみたいなね、大多数派の価値みたいなんじゃなく、尊重しながら、こう、ディスカッションできるような授業があればいいんじゃないかと。で、熊さんがまたおっしゃるんですけども、宇宙人が来たら、どんな、っていうふうに、就職活動の時、面接で聞かれたっておっしゃるんですよね。就職活動の話に移ってます。面接官にこう聞かれた。宇宙人が来たら、あなたはどんな料理を振る舞いますかと。で、つまり、こう、面接官は唐突に何か聞かれた時にポーンと発想の転換とか、うまいこと切り抜けるとか、なんとかこう、うまいことやっていくっていうのを見たかったんでしょうね。で、熊さんはね、お寿司を宇宙人に出しますって答えたんですって。日本人イコールお寿司っていうイメージがあったんでしょうね。で、そこの就職活動先では、落ちたらしいですけどもね。面接で落ちたらしいです。で、これ、非常に象徴されてると思うんですよね。社会人、あるいは面接官とか偉い人で、社会に出てる人が学生たち、就職で出てくる人に求めるのは、実はね、発想の転換のできる人とか、得意な才能、偏ってる人とか、昔も今もやと思うんですよ、実際のところは。何かこう、普段とは違う、
発想を持ってる人。そらそうですよね。企業っていうのは商売ですから、何か、同じような意見ばっかり出てても、ちょっと何か全然違う発想から、商売の種が生まれたりしますからね。企業っていうのはね、大人っていうのは案外そういうビジネスの面で、そういう人を好むんですよ。でも、小中高の先生っていうのは、そこを教えないんですよ。社会出てから、ちょっと特殊な人が求められるよと、社会出るにあたってはっていうことは一切言わない。レールに乗せようとするんです。で、学生っていうのはレールに乗ってりゃ、なんとか就職できるんやっていうふうに思うわけですよ。僕もそう思ってましたよ。乗れませんでしたけどもね。で、いざ、高校やら、まあ中学やら、あるいは大学3年やらになって就職活動を始めたときに、打ちのめされるんです、学生っていうのは。どういうことか。面接官に、ポーンと、宇宙人が来たらどんな料理振る舞いますかとか、ちょっとなんか芸やってみせてとか、人生って何だろうねとか、わけのわからんこと聞かれるわけですよ。つまり、どううまいこと、難局を切り抜けていくか、面白おかしく生きていくか、こいつおもろいやつやなっていう人を面接官っていうのは求めてるんです。でも学校の先生っていうのは、そうじゃない、社会に出るっていうことは、うまいこ、そのレールとは言わんよ。でも、ってやっていくことやないよと。就職活動の時点でさえそういうふうに言うわけですよ。ちょっと学生は戸惑いますよ。で、応用がもうその時点でもう何年も何年も学校におりますから、先生の言うことだけしか聞いておりませんから、応用が効かんようになってるのは。だから、よっぽど、組織の中で入れんと、学校の中でね、こうやって一人で悶々としてる、こいつは結構こういうやつは、社会で出て、偏りを求められた時に聞くんですよ。でも大多数の人は聞かないわけですよ。これでね、思春期でしょ？人生な、ぐれたりね、投げ出したり、絶望的な気持ちになったりとか、焦ってもどうしようもないと自分を見失ったりする学生が多いと思うよ。だから、いくら仕事といえ、文科省の専任で選ばれた小中高校はまだ違うんかな。先生ら、ある意味、罪やと思うよ。そら、言われたことしか教えたらあかんと。他の指導はしたらあかん。で、学校も運営していかなあかん。で、非常に忙しい。わかるけれどもね。一言ぐらいさ。でも実際はな、おもろいやつの方が良かったりな。ちょっと、めんどくさいやつの方が職人に向いてたりすることもあるんやで、と一言、なぜ、ゆとりの時間なりに言わへんか。一切誰も言うてなかったからな。よっぽどね、高校の頃って大体ね、小中と違って、変わった先生が多いでしょ？で、特に社会の先生なんかは横道にそれたことを言うたりするわけですよ。でも、社会の先生ぐらいでしょ。そら学生戸惑うて、もう、すでに自由の発想じゃなくなってんもん。もう、だから取り返しつきませんよ。例えば、社会出て、なんか、駅前の話し方教室とか、通ったりとか、あるいはなんか文化教室で、ジャズダンスやら何やら、通って、ちょっと柔軟にしていかんと、うまいこと、いけへんのちゃうかと思うけどもね。実際人生っていうのは僕は思うんですけれどもね、運次第やと思います。これはまたスピリチュアルとは相反する意見ですけれども、許してくださいね。相反するディスカッションもいいでしょう。で、思った通りに、ことが進んでんねやと。果ては生まれる前からみたいなね。もうそれも思想の自由ですから僕は何とも言えません。で、それはスピリチュアル。で、僕としては、全ては運であると。で、運をつかむも、話すも自分次第で。ただ、運によって、だから、運が悪くてもいいんですよ。それはそれで、うまいこと、それを利用して面白おかしく楽しく生きていりゃ、あまり人に迷惑かけずにね。運が良かったらそれはそれで、楽しくていいじゃないですか。いうふうに思うわけです。
ちなみに僕自身の人生は、こう社外に出て、特に東京出てからは、毎日毎日ついてると思ってますけどもね。いいことだらけだと、自分では自負しておりますね。ミスター、ラック、ラックっていうのはね、運っていうことですね。ラックの種って、ドラクエでね、運の良さっていう、数値化されるその強さがありますけども、ラックの種を食べると、運の数値が2ポイント上がったとかね、実際数値っていうので測れないわけですよ。非常に不可解。この世の中というのは理不尽であり、不条理であり。生まれる場所によっては、食べ物がなかったり、突然爆弾が降ってきてね、即死したりとかしますからね。で、何の話してんのやったかな。そう。なっちゃんが、このなっちゃんですね。赤い服着ているメガネの女の子。いろいろみんなの意見を聞いて、この会議の時点で思ったことは、自分に関係のないことはないんだな、というふうに思ったと。つまり、例えばね、この子がデモに行ってやると。デモ活動してて、同級生には白い目で見られると。で、この映画の、仕事でなりわいしてきた映画学校通ってある子は、放射線目に見えへんし、どうでもええけれども、いざ自分の子供がいずれ生まれんねや思うと、食べ物に気をつけ出したと。で、国語の授業で、いろいろと思うことがあると。つまり、綿密に、すべての社会的な、スケールのでかい新聞の一面記事に載るようなものであってもですね、極小の、ニュースであっても、何に関しても自分の生活に何かしら関係していくというふうに、今この会議中にね、実感されたわけです。で、のどかさんがですね、福島県とお米と食べ物を食べるということの因果関係について、非常に最近考えるようになったというふうにおっしゃってるんですね。これはね、いろいろといろんな問題があるんですよね。で、僕を思い出す限り、この方の言うてはったことを総合してみると、福島県で農家で食べ物作ってる、米作ってる、それを各地方で売る。で、販売しないと、そこの県の人、生活成り立たない。で、販売するイコール食べると。たくさん食べると、さらにもっと、福島県の方々は作ると、売れるからね。せやけども、いろいろ占領の問題でいろいろあると。で、食べて応援しようっていうのも確かにある。せやけども、体に関してはどうなのか。体に関してもしどうもないとしても、子供に関してどうなのか。子供に百歩譲ってどうもないとしても、食べれば売れるから。また、そこの都道府県でたくさん作り始めるよと。この因果関係どうしたもんかな、ということを、のどかさんがおっしゃってる。僕は言ってるんじゃないですよ。で、のどかさんおっしゃるんですね。例えば、乙武さん、五体不満足のね、乙武さんは、あの人、教師もされてたんですよね。ニュースキャスターやったり、幅広く手足なくても活動されてるんですけども、乙武さんは生徒が変化、成長するたびに、家に電話したんですって、教育の話に移ってますね。先生に対して、そうすると信頼関係ができると。つまり、話バラバラに飛んですいませんね。乙武さんは、なんかスクールの先生をやってらっしゃるんですよ。不登校なのか、私学なのかわからんけれども。で、生徒一人一人が何かこう、人間関係の中で成長が見えたりとか、変化が見えたりとかしたときに、生徒のお宅に電話するんですって。もしもしお母さんですかと。で、お母さん方は、何か生徒がガラスあったとかね、よっぽど問題を起こさん限り、いじめた、人をいじめたとか、そういうことがない限り、電話っていうのは先生から学校の先生から来ないんですよ。だからびっくりするわけです。何か、うちの子何かしましたでしょうか？いやいや、そういうわけじゃないんですよ、と。これこれ、こういうわけで、あの子には非常に正確に、こう、
成長が見えましたよと、優しくなりましたねとか、そういうことをね、おっしゃるんですって。だから、生徒の親御さんから非常にこう信頼を受けていると。なかなかね、できる。金八先生でもね、いちいち電話はね、しないというふうに思うんですけれどもね、すごいなというふうに思いました。で、キムさんはですね、お父さんは韓国で大学の教授をなされてるんですって。それをキムさんがおっしゃったのにみんな、おーって言ってましたけどもね。で、だから言葉では、僕はお父さんには勝てないというふうにおっしゃっておられますね。だから、教育の面からこう家族関係にこう移ってますね。で、家でもこうディスカッションみたいな会議みたいなこういろいろ社会問題について、ああだこうだ言うたり、する。で、お父さんがこれこれこうじゃないか。で、それについてキムさんは反論したりしたい時もあるんですよ。でも、いくら反論をしようとも、丸め込まれてしまうと、大学教授で言葉を扱う仕事をされているから、もうその上をさらに行く、ふうな感じで、こう、やり込められてしまうので、言葉では勝てないということをおっしゃっておられる。で、この熊さんがですね、昨日、家族5人が集まってですね、相続遺産の話をしたということ、唐突におっしゃった。熊さん、面白いですね。野球ばっかりやってるからよくわからないという話をなされたり、キムさんが家族の話をしたら、熊さんは家族5人で相続遺産の話をしたと。あ、そういう会議も時にはあるんだな、というふうに思ったりね。で、20代でなかなかね、そういう話に加えてもらえない、非常に貴重な体験だな、というふうに思いますけれどもね。子供はね、そっちのけでそういった話っていうのはね、するもんですからね。で、アンナさんがおっしゃる弟がアトピーがあったことがあると、弟さんがね。で、弟さんがアトピーやったから大自然の地域に引っ越して漢方で治したっていう、経緯があったんですって。で、健康について、放射線のことから健康についておっしゃっておられるんですけど、赤ちゃんっていうのは完全なんですって。アナちゃんがおっしゃるのは僕が言うてるんじゃないよ。で、赤ちゃんっていうのはね、もうそれ自体が完全なんだと。で、日本経済社会、つまり人が作ったおかしな世界で育み育てるから完全な赤ちゃんもおかしな人間になっていくんだというふうにおっしゃる。いろんなね、人工的にこう大自然に手を加えてですね、いろいろこう、なされて、歪んだ中で、こう、完全体の赤ちゃんが、すくすくと育っていく。すくすくと、こう、歪んでいくというわけですね。アンナちゃんすごいなと。別にスピリチュアルテレビ見てるわけでも、スピリチュアル先生に関わってるわけでも多分ないんですよ。でもすごいなというふうに思いますね。だから赤ちゃんはそのまま本来の生き方として育てるのが一番だと。まあ、具体的にどうなのかっていうのはよくわからないですけども。いろいろアジアの、なんとか族とか、首長族とかね、ああいうとこで暮らすのが一番なんかなと僕も思ったりもしましたけどもね、こう、みんなね、いろんな意見が出るたびにお客さんはいいねをね、こう上げたりしておりました。僕は性格的にね、こういうのはいいねを押したりとか、持ったりとかするのは好きではないんで、僕以外の人はみんないいね、いいね、いいねをね、あげてはりましたけれどもね。で、のどかさんがまたおっしゃるんですけど、今の大人たちによって、今の子供たちは海や川に入れなくなったりしてきていると。だんだんね、社会問題からね、その生活、ひいては公害の面に話が及んでまいりましてですね。今、確かにですね、僕が子供の頃っていうのは、東大阪の石切のあたりっていうのは砂利道あったんです。アスファルトっていうのはなかった。で、周り一面、農業や、田んぼやったんですね。で、ザリガニ取ったりとか僕してたんですよ。まだそういう世代なんですよ。ところが、もう20代も後半になってきて、たまに石切りすると、田んぼやったところは全部駐車場になってるんです。いいとか悪いとかやなく、事実としてね。僕は何も意見はしません。
それ成り行きやから。で、田んぼなんてのはね、石切神社とか田んぼだらけやったんですけども、一切もう、ため池すら見ないようになりましたね。で、砂利道なんて今あんまり、特にその、どっか大都市の駅前とかにはないでしょ。各地方にはいろいろありますよ。田んぼもありますし、テレビもチャンネル少ないとこいろいろありますけれどもね。都市になってくるとね、日本一の工場地帯である東大阪でさえ、3階建ての建物、住宅ばっかりになって綺麗になってしまったんですね。昔は煙まみれでもう変な匂いばっかりしてたけどもな。で、キムさんがまたすごいことを言うんですけど、今の時代に必要なのは発展じゃないと。置かれている現状を自覚することが大切であるというふうにおっしゃるんですよね。なるほどなぁと。僕はもういい持ちませんでしたけれどもね、性格的に、ずっとこう、ただただ聞いてましたけれども、みんないいねよね。札を上げてましたよ。確かにそうなんですよね。焼け野原から始まって高度成長に至って、で、その過程では公害問題やらいろいろあって、で、いろんな犠牲のもと発展してきた。で、生活も成り立つようになってきた。今、もうこれ以上求めてももう何もないだろうと。一人に一台パソコンやら何やらスマホ、あれもちっちゃいパソコンですわな、持つようになった。すごい時代になったわけですよ。で、もうこれ以上発展しようがない。今大切なのは、置かれている現状を把握することであると。つまり、海や川に入れないと。あるいは、電磁波によって何やらかんやら、社会問題何やらかんやら、発電所がどこやらこうやら。自民党が何やら、例えば民主党になったところで、実際のところハリボテやったとかね、これは僕の意見ですけれどもね。僕も自民党は支持しておりませんけども、キムさんすごいなと思いましたね。で、話はどん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 こう、デモから、こう社会問題に発展して、ひいては教育、そして、赤ちゃん子供から公害問題に至ってですね。で、なっちゃんがですね、また発言をしたわけです。今の現代の人たちが行った、生きてきたその行動で、次の次世代の人たちの状況が変わるんだと。だから、今、現在、一人一人の行動に責任があるんだね、っていうことをおっしゃる。あ、そうかと。僕なんか一切責任も持たずに、その日暮らしでですね、3日後に死ぬと仮定して僕普段生きてますからね、普段言うてますけれども。じゃあ3日間楽しければいいじゃないかと。そのためにはどうしたらいいかということだけ考えて生きてるんですけれども。こういうふうに幅広くですね、グローバルに物事を考えるようにでき、その平成の生まれの人たちすごいなというふうに思うんですけれどもね。確かにそうなんですよ。高度成長期の人たちがした行動によって、まあ、便利に暮らせるようになった。食べ物にも困らずコンビニもできた。で、海や川にも入れなくなった。じゃあ、今のこの昭和の終わり、あるいは平成の人たちが、どう行動するか、どう決断して生きていくかによって、その先、平成何十年、あるいはもう何十年も続かんかな。平成の次どんな元号になんねやろねとか、こういう話したらあかんのかね。平成の次の元号は平和がいいな。平和にしたら、あれやろ。どんなに秘密保護法がなんやかんや言うても、傾きようがないわやろ。でも政府は平和なんて言葉は選ばんわな。今の政党が、あり続ける限りはな。なんて思いますけれども。ね、のどかさんは、国語が嫌いなのどかさんはね、自分が変われば、世の中は、あるいは周りの人たちは変わるっていうふうに最近思ってると、いうふうにおっしゃってる。
どういうことかというと、これも、また言うと、スピリチュアルの人ら、いいねって思うかもしれんけれども、僕の意見じゃないんで平気で言いますけれども、つまりね、人の意見、考えを変えようとする必要はないんじゃないかと。たとえ間違ってても、危険な方向へ行ってても、あるいは平和な方向へ行ってても、自分が、これこれこうなんだと思って、何かこう自分の方向を求めて突き進んで生きてりゃ、類は友を呼ぶでそういう人ばっかりになってくる。あるいは、周りの人たちも見る目が変わって、考えも変わってくるんじゃないか。自分が変われば世界が変わるんじゃないかというふうに、のどかさんはおっしゃっておられるんですね。で、アンナちゃんがね、また、意見した。暮らしを変えれば、声を上げなくても、暮らしが変わるんだと。暮らしを変えれば暮らしが変わるんだ。つまり、まず一歩自分から何か進んでですね、思うことがあるなら勇気を出して、別にデモに参加せんでもええと。なんか、